はいどうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。すごいニュースです。よく、よく考えなきゃいけないニュースです。日本一の、日本一の企業であるトヨタ。このトヨタ社長が、トヨタの社長であるトヨタ秋夫さんが、日本のマスコミに対して、もうマスコミはいらないとはっきり言いました。マスコミは傲慢であるとはっきり言い放しました。これね、密室の取材で答えたことではないんですよ。 トヨタの株主総会、すべての人に開かれている株主総会ではっきりと言い放しました。マスコミはもういらない。マスコミはまるでニュースが何であるかは自分たちが決めるという傲慢なこの態度が気に入らないと。はっきり言い放しました。マスコミの皆さん、これどう受け止めますかこれね、この記事ね、これから読んでいくんだけれども、先に何があったのかって言っておくと、あのね、簡単に言うとね、あの、 マスコミっていうのは基本的に、こう、企業の真意を伝えるんではなくて、発表された内容の目立つところだけを切り取って記事にしていくよね。これにトヨタさんが切れたんです。当然、あの、トヨタっていうのはもう日本を代表する企業で、もう何を発表するのか何を語るのかによって、ね、自分、もう日本経済に大きな影響があるんですよ。だからコメントっていうのはもうトヨタ秋尾社長はね、考えに考え抜いてコメントしてるんです。責任を負って。 にもかかわらず、その真意は全く汲み取らずに、全く汲み取らずに、数字であるとか、目立つところだけを切り取って報道するこのマスコミの姿勢っていうのが、もう許せないと。そんな報道の仕方しかできないとは、もうマスコミはいらないと。いうことをはっきり言った記事なんですよ。でね、もうちょっと言っていくと、あの、トヨタイズムっていうね、トヨタイムズっていうね、あの、トヨタ、トヨタさんがね、自分たちで作ったネットメディアが、 ね最近よく CM で流れてましたよね。あの、香川さんが、ね、あのー、ちっちゃいカメラ持ってやってたじゃないですか。あれ、トヨタイムズムっていう、あの、えー、トヨタイムズっていうね、トヨタさんがネットメディアを作ってるんですけれども、それがね、えー、っとね、これかなこれなんですよ。これ、熊さん読んでみたけど、非常によくできてる。非常によくできてる。文章のレベルも高いし、わかりやすいし、あのね、誠実。変な嘘とかね、 ま、全然紛れてない。もうそこら辺のマスコミよりもね、よっぽど、よっぽどレベルの高い文章がこう並んでます。記事が並んでます。こういうのを立てたんですよ。これなぜ立てたかっていうと、もうマスコミが信頼できないから。うん。で、それに対してね、このね、記事の中でね、マスコミの人間が反論しているんです。どういう反論かわかりますだって想像つくでしょ。企業が自分たちで出す情報っていうのは、ね、自分たちの商品の PR も、自分たちの企業の PR も当然含まれていると。うん。だから、そのまま受け取るわけにはいかないと。うん。 自分たちのことをよく書いてるだけの記事っていうのがほとんど多いから、そんなこと国民は知ってるから、そのまま、そのまま受け取るわけにはいかないんだ。だから自分たちマスコミが取材をして、第三者視点でね、うん。あの、この企業を監視するという意味も込めて記事を書かないといけないんだ。それこそが信頼できる記事ではないですか、皆さんに言ってるんです。はい。これ、マスコミの皆さんはっきり言っておきますよ。間違ってます。あの、熊さん前から言ってるけど、もう熊さんマスコミ出身なんですよ。大手の広告代理店出身です。毎日のように、キー局、ね、あの、キー局のテレビ局にも行ってましたし、大手の新聞社にも 毎日のように言ってましただから彼らには友達たくさんいます。うん、で、どういうスタンスで記事を書いてるかもよく知ってます。で、その上で言っとくよ。マスコミさんはその考え方は間違ってます。間違ってます。なぜか、企業の候補をなめちゃだめ。企業人をなめちゃ、普通の企業の人間をなめちゃだめ。彼らはマスコミの君たちよりも深く考えてるし、もっと頭がいいと思いますよ。あのね、なぜかっていうとこ、このトヨタイムズみたいなね、あの、 企業が自分たちから情報を出す場合、ね、もし変な記事を出してしまうと、マスコミを挟まずに変な記事を出してしまうと、そのダメージは自分たちに直接来るんですよ。直接来るの。だから自分たちのね、よく見せるために変な嘘の記事、であるとか捏造の記事をそこに少しでも、ほんのちょっとでも混ぜてしまうと、あの、最近のね、読者っていうのは非常に賢いんです。すごく賢いんです。あのね、 真実をを見抜くく目を持っていいいいる人は100人人はたら5人くらいしかいないと熊さんも思うよでもねその5人が SNS っていうねとてつもない武器を持っちゃったんですよそのね真実を見抜く目を持っている100人のうちの5人くらいの人たちが SNS で, SN で大きく発信できるようになっちゃってるんですよ結果として残りその5人のね真実を見抜く目を持ってね見たその情報その情報を見てその5人はどう感じたのかっていうのを SNS に書くでしょその考え方が残り95人まで一気に広まるんですよ だからね、今のね、あの市政の人たち、一般の人たちの,あのっていうのは、非常にレベル高くなってますよ、で企業はそれをよく分かってるんです、だってそういう人たちに物を売ってる会社ですからね、彼らは、非常にそれをよく分かってるんです、だから、おかしな情報の出し方をしてしまうと、自分たちへの計り知れないダメージが返ってきてしまうというの、よく分かってるんです、だから、マスコミが書く記事よりも、よっぽど誠実で、よっぽど精査された記,記事っていうのが、この企業が発信する記事になってるんですよ。 これ後で皆さん見てください、一本一本の記事。極めてレベルが高い。極めてレベルが高い。もうそこら辺のね、新聞社の記事がね、書く記事よりもね、よっぽどレベルが高い。これ、すごいなと思いましたよ、本当に。うん、もうマスコミには、これ、勝てないよ、このレベルの記事だと書かれたら。 で、それをね、マスコミは危険だとまずいと思って、自分たちで情報を発信し始めた。これはまずいと。はい。うん、まずいと思う。うどうしよう。国民の皆さん。はい。あの、企業がね、自分たちで出すマス,マスメディアなんでね、信じないでくださいと。情報なんて信じないでくださいと。なぜなら、なぜなら、企業はそういう情報を出すとき、自分たちのことをよく言うし、自分たちのイメージが良くなるような言い方をするんです。 なんなら、熱像の記事がちょっと含まれてるかもしれない。だからこそ、第三者機関である我々マスコミがそれを監視して、正しい情報を皆さんにお届けしなきゃいけないんですっていう、浅い意見を言います。<laughs> 昔からよく言ってる浅い意見を言います。もうそんな時代じゃないんです。企業も自分たちが発信するからには、マスコミに話すよりもよっぽど重い責任が伴うんです。だって自分、マスコミを挟むのに自分たちが発表しちゃってるんですから。そこに嘘とかね、熱像が紛れてたら、どんなことになるか。 企業人は賢いからそんなこと分かってます。だから、本当の情報に自分たちの真剣な思いを乗っけて、すごい文章を書いてます。もうマスコミいらなくなっちゃったからかもね。もうマスコミいらないかもね、本当にね。さあ、じゃあ、じゃあ、じゃあね、真横になくなっちゃったね。はい。じゃあ、日本一の企業であるトヨタ。このトヨタの社長であるトヨタ昭夫さん。なぜマスコミに切れているのか。この記事読んでいきましょう。マスコミはもういらない。トヨタ社長のロバの話を考える。皆さんはどう思いますか 好き勝手に書き上がって、監視するのが我々の役目。古くから行われてきた企業とメディアの長上橋のやりとり。今ここに日本一の企業の社長が大きな波紋を投げかけようとしている。発売中の現代、週刊現代が特集する。唐突に始まった偶話。 話は長くなりますがロバを連れている老夫婦の話をさせていただきたいこれ有名な話だよね6月11日に開かれたトヨタの定時株主総会の壇上話題が2021年3月期決算の業績見通しに及ぶとトヨタ昭夫社長はおもむろに語り出したロバを連れながら夫婦2人が一緒に歩いているとこう言われますロバがいるのに乗らないのかとまたご主人がロバに乗って奥様が歩いているとこう言われるんだそうです威張った旦那だ 奥さんがロバに乗ってご主人が歩いているとこう言われるそうです。あの旦那さんは奥さんに頭が上がらない。夫婦揃ってロバに乗っているとこう言われるそうです。ロバがかわいそうだ。もう何言っても何言っても責められる。はい。要は言論の自由という名のもとに何をやっても批判されるということだと思います。最近のメディアを見ておりますと何がニュースかは自分たちが決めるという傲慢さを感じずにはいられません。もうこれ豊田さんが実際に株主総会でこう語ってるんですよ、本気で。 遡ること1ヶ月ほど前、トヨタが発表した見通しをもとに、マスコミ各社は、トヨタの今期営業利益8割減の5000億円。 トヨタ衝撃8割減益危機再びと報じていたトヨタ氏の不満はこうした報道に対して向けられたものだったマスコミの報道について私も決算発表の当日はいろんな方からよく予想を出しましたね感動しましたよと言っていただきましたただ次の日になるとトヨタさん大丈夫本当に大丈夫なのと言われてしまい一晩明けた時の報道の力に正直悲しくなりました 実際ね、あのと、これね、この発表をね、トヨタがするのって結構勇気が必要だったはずなんですよ。いろいろ言われちゃうから。<laughs> でもね、トヨタの営業数字っていうのは、その下請けであるとか、孫請けであるとか、関係各社の会社にね、ものすごい影響があるんだよ。だから、妙な希望的観測を伴って、強気の数字を発表して、結果それが達成できませんでしたなんてことになると、とてつもない被害が、とてつもない人数の人間に及んでしまうんですよ。それを知ってるトヨタさんは、 どうしようと。まだ実はもっと利益が上がる方向、可能性もあるんだけれども、だからあえて、あえて辛い数字を発表してるんですよ。そういうね、トヨタさんの苦悩を一切報じずに、トヨタがやばい、トヨタがやばいとだけ報じたマスコミなんですよ。それに対して絶望してるんですよ、トヨタさんは。なぜこんな状況でも臆さずに決算予想を発表した ことは、を評価せずに、8割減益というネガティブな報じ方をするのか、トヨタ氏はそう言いたかったのだろう。トヨタ氏は社長に就任して以来、幾度となくメディアの手のひら返しを味わってきた。社長に就任した2009年から10年にかけて、トヨタでは大規模リコールが発生し、一時は経営危機とまで報じられた。これアメリカで発生したやつだね、確かね。ところが、13年に世界の自動車メーカーで初の生産台数1000万台を超え、15年3月期決算で日本企業として初の純利益2兆円超え、 2兆円超えを達成すると、今度は一転、トヨタ氏の経営を称賛する報道が相次ぐ。その他も、その後も、コストカットをすれば下請け叩きと非難されたし、執行役員の数を減らせば独裁体制と言われた。そして今度は、あらゆる企業が苦しんでいるコロナ危機の中で、トヨタの現役だけがことさら大々的に報じられ、何を言おうが何をしようがその時々の気分で、好き勝手に報じるだけのマスコミの相手はしていられない。今回の決算報道のみならず、積年の思いが込められたのがロバの話で だったのだ。わかりますかね、マスコミの皆さん。本当ね、なんかユーチューバーのサムネイル作ってるみたいですね。あなたの記事ってね、本当ね。ちょっと目を引けばいいのかな、うん。なんかこれ政治をこうやって叩くのと結構形は似てますね、マスコミさんね、うん。何でも叩けばいいのかね。うん だから切れてしまった他の企業の経営者たちは一体どのようにこの偶話を受け止めたのだろうかスキアココスなどを展開する外食チェーン大手全商ホールディングスの代表取締役会長兼社長の小川健太郎氏は豊田さんの気持ちは理解できると語る 民主主義国家である以上、それぞれのメディアが変な忖度をせず、自由に報道すべきなのは大前提です。しかし、企業側の感覚からすると、メディアの取材を受けても、こちらの真意がきちんと伝わったと思えることは滅多にありません。 例えば、テレビであれば10分の取材を受けても、都合のいい10秒だけが切り取られて放送されることもある。それはあまりにもアンフェアだよという気持ちは、僕が知っている多くの経営者が持っています。豊田さんは日本を代表する企業のトップとして、常に矢面に立ってきたから、なおのことでしょう。 企業の責務として山ほど社会貢献をしてもほとんど報じてもらえない一方、ほんの少しでもヘマをすれば、それ見たことかと鬼の首を取ったように掻き立てられる。経営する側も人間ですから、苛立たない方がおかしいのです。そりゃそうだよね。別の一部上場メーカーの広報担当役員も大手マスコミの取材方法に対する不満を打ち明ける。 新聞やテレビ、テレビの記者さんたちと話をしていて思うのは、とにかく勉強不足だということ。彼らは頻繁に担当外があるので、業界や企業のことをあまり勉強しないまま、しないまま取材に来る。別に難しいことを要求するつもりはありませんが、ホームページで逐一公開している IR 情報とか、有価証券報告書に記載してある基本的な経営事項すら頭に入っていない状態はさすがに困ります。そんなことも知らないで、うちの経営を評価する記事を書くんですかと思ってしまいます。加えて前 小川氏はメディアの報道姿勢が結論ありきになっていることにも疑問を感じているという若い現場の若い記者さんと話をしていると私の考えとは違うのですがデスクや次長が話の方向性をあらかじめ決めていて異論を受け入れてくれないんですと言われることが多々ありますこれはね本当によくあります <laughs> あのどういうことかっていうと、あのね、もうね取材する前にね、こういう方向でよし、この今回の記事は書いていくぞと、だからこういうコメントをもらってこいっていう指示が出るんです。はい、これ本当だよね、マスコミのみんな聞いてたら分かりますよね、うん、まさに今、僕が言ったような、クマさんが言ったようなえ指示が出るんです。だからその言葉を喋らそうとして質問をするんです。テレビででで記者会見ではそんな感じでしょ、うん で、我々の商売もそうですが、本質は現場の人間が一番分かっているものです。しかしそれを重視せず、会社にいる上司が記事の方向性を決めるというのは時代遅れです。確かに。こうした思いを豊田氏もずっと感じ続けてきたのだろう。19年には豊田氏は自らの肝入りで、オウンドメディア、豊タイムズの運用を開始する。この豊田タイムズがね、よくできてるんだよ。 マスコミを見捨てた。一時期編集長を拝命した香川照之がえテレビ電話で豊田氏に取材する CM がやたらと流れていたのでこのサイトの名前を知っている人も多いだろうページを開いてみるとアナウンサーあえ小谷麻由子さんかなの司会のもと豊田氏と鈴木の鈴木治会長らが語る対談動画から前日の株主総会の一部始終を書き起こした記事までコンテンツがずらりと並んでいるこれが一個一個よくできてんだようん デザインも機能も大手メディアのニュースサイト顔負けの作りでトヨタの本気が伝わってくるトヨタイムズが本格始動して以来トヨタ氏は大手メディアのインタビューをほとんど受けなくなった決算後の会見も現行の年4回から年2回中間と本決算に減らすという代わりにトヨタイムズえ、トヨタイムズの記事や動画には 頻繁に登場し、経営の理念や考えを事細かに語っている。消費者に対し、自前でメッセージを発することのできる環境が整ったのだから、もはや大手マスコミを介する必要はないということだろう。でも、あと、ここには書いてないんだけどね、ぶっちゃけね、あの、マスコミに広告であるとか記事を任せていた結果、車離れが始まってるんですよ。ね。そういう話なんですよ。そういう意味でも、もうマスコミには任せておけないっていう、この考え方はおそらくあると思います。 さんはそんなこと言ってないけどおそらくあると思いますあのねぶっちゃけね若い子の車離れてねマスコミのせいだとまさんは思ってますはいでここのところ大手各社がトヨタ社長にインタビューを依頼しても全て断られる状況が続いています7月7日に珍しく中日新聞にインタビュー記事が載りましたが後に全く同じ内容がトヨタイズムに掲載されたあれではもはや取材ではなく広告だろうと言われてしまいます こうしたトヨタの姿勢を、当の大手メディアの記者たちは、複雑な思いで見つめている。クソーっ思ってますよ。複雑じゃなくて。今回の5000億円の現役という業績予想だって、客観的な数字,上数字を報じているだけで、どの社もトヨタを過剰に批判したり、叩いたりしたわけではありません。一部上場、え、一部、当初一部上場企業であるトヨタは、株主にも車の消費者に対しても、大きな責任を負っている。それを監視し、情報を提供するのはマスメディアの責務です。企業の目線で選別された都合のいい情報だけを伝えるのであれば、 我々の存在は必要ないえ全国紙経済部デスクこの考え方自体がね、めちゃくちゃ古いんです。めちゃくちゃ古いんです。企業が伝える情報ってね、企業の目線で選別された都合のいい情報ではないです。はい、こんな情報だけはもしね、企業がね、自分たちのホームページで報じたらね、あのね一般、一般のね、あの国民からね、大クレームが来るんです。なぜか、国民っていうのは賢いから。<laughs> 賢いからもうねこんな変な情報ね企業の自分たちの目線で選別した都合がいいだけの情報をあのもしね流してしまったらあのねユーザーからそっぽ向かれるんです企業はそれが分かってるからそんなしょうもない情報は流しませんはいだからねマスコミはねもうね企業が流す情報は自分たちにとって都合がいい情報だけだっていう前提に立たないともうマスコミってね存在価値がないっていうことをね自分たちで言っちゃってるんですよそんな前提はもうないのにね え、元日本経済新聞社で、経済新聞記者で、ジャーナリストの磯山氏は、ロバの話そのものに異論を唱える。はい。なぜロバに自分が乗るのか、なぜ妻を乗せるのか、あるいはなぜ乗らないのか、あらゆる場面ごとに意図を丁寧に説明して、世の中に納得してもらうことこそが経営者の仕事でしょう。そもそも消費者の側だって、オウンドメディアが企業の PR の延長線上にあることくらいわかります。ひとたび自分たちに都合のいい情報だけしか発信されていないと思われれば、常に、えー、眉に、えー つばして読まれる媒体になってしまう。そのことをよく考えなければいけません。はい、あのね、これ本当に昔からマスコミがそう言ってるんだけれども、こんな子供みたいなことを言ってるからマスコミダメなんですよ。これね、トヨタのね、あの候補の人たち、多分笑いながらこの文章を読んでると思いますよ。 そんなレベルだと思ってるんですか僕たちのことを。って笑ってると思いますよ。インターネットや SNS の普及とともに、大手メディアの報道をマスゴミ、嘘ばかりとこきおろす流れは次第に大きくなっている。はい、そうだよね。うん。新聞通信調査会が行った調査によれば、新聞の情報は信頼できますかという質問に対し、70歳以上であれば60%以上の人が信頼できると評価したのに対し、30代になると50%弱、20代になると40%弱までは落ちてしまいます。企業はそういう状況を見て、マスコミより でも自分たちが直に出す情報の方が消費者に支持されると踏んでいるんですと、実際そうだと思いますよ、だからかつては決して表に出すことはなかったオールドメディアへの不満を,あ,不満をあらわにすることをためらわなくなってきたということなんだよね、実際それはあると思いますよ。 世間のメディアに対する不信の目は、今年の5月、東京貢献の黒川検事長ね、ね、懐かしいね、黒川さんね、の検事長と大手新聞社2社の記者たちが、コロナ禍の真っ最中にかけマージャンをしていたことが発覚したのをピークにさらに広がっている、ま。メディアのスタンスが問われている今、取材対象と身内レベルで懇意になってネタを取るというかつての主張は、読者の理解を得られなくなってきている。だからこそなおさら、企業の意向を損たするような報道はできません。何 <laughs> 勘違いしてんだろうね。 は企業トップへの取材が以前にもまして難しくなっているという多くの企業の会見がオンライン化したため広報担当者がチャットで事前に記者から質問等をチェックした上で、えー 会見に関係のある内容しか経営者に回答させないようになりました。質問数も各社1問と限定されることがほとんど。これでは予想外の質問をして経営者の反応を見たり、追加の質問を重ねて企業の本音を迫りにくい。うん。でもね、正直ね、記者の能力だとね、<laughs> 記者のね、この低い能力だと、あの、どんだけ質問してもね、あの、真意は見えてこないんだよね。だって IR 情報すらまともに読んでない記者がほとんどなんですよ。それで一体どんな質問をするの <laughs> 損をするのは誰かこうした報じる側と報じられる側の相互不信は企業報道のみならず官邸とメディアの間でも顕著になっている一昨年森友学園問題に,に関して私たちは国民の代表として聞いているんですからちゃんと対応してくださいって言ったこれいそこだねこれね確かねと官邸に要求した東京新聞の記者に対し、えー、官邸側が、えー、国民の代表は国会議員ですあなたたちは人事で記者官邸クラブに所属されているだけでしょうと突き放したことがありました <laughs> 実際これその通りだよね 国民の代表は確かに国会議員だもんねで以前の官邸ならこんな大態度に出ることはなかった <laughs> ネットの普及とともに、えっと同時にマスコミなんて信用されてないし取るに足りないものだと考える政治家や経営者は今後どんどん増えていくでしょうかつて広報,部広報部門の責任者を務めた経験もあるキリンホールディングスの磯崎社長はどんな状況でも企業とマスコミは対等に誠実にやっていかなければならないと語るメディアから厳しく書かれて悔しい思いをすることもありますでもそれを報じるのが彼らの仕事であり 逃げずに対応するのが我々の仕事耳が痛い内容であっても事実であれば素直に耳を傾けることが状況の改善につながります一方でメディアの側も見出しありきの記事が通用する時代ではなくなったと認識する必要があるトヨタさんのように企業が世の中に広く発信することも可能になった以上結論ありきの報道では読者の指示も得られなくなる反目はしないけれど緊張感のある環境を保っていくことが一番大切でしょうというふうに言ってくれてますねうん半分納得半分どうなのっていうことだね あのね、トヨタさんは別にメディアから厳しく書かれて,書いて悔しい思いをしたから反発するわけじゃないよね、うん、厳しく書かれてじゃなくてきちんと書いてくれなかったから苛立ってるんですよある意味ある意味分かりやすく自分たちの思いを伝えたはずなのに数字だけを切り取って伝えるとそんな伝え方はしてほしくないというのはもう空気で出てたはずなんですよでもそれを全く理解しなかったから怒ってるんです 厳しく書かれてムカついてるんじゃないんです程度の低い記事を書かれてからムカついてるんですわかるかな ま、あいいや。え、トヨタ社長のロバの、ロバの話が図らずも浮き彫りにした問題。書く側にも書かれる側にもいずれにも断りはある。しかし、えー、相互不信のまま不完全な情報公開が続けば、損をするのは受け取る側だ。皆さんはどうお考えになるだろうかえー、とね、えー、不完全な情報公開は続きません。なぜかというと、不完全な情報公開をしているのはマスコミだけなんです。 トヨ,タイムトヨタイムズ、トヨタイムズ、え、トヨ、まあ、なんか言いづらいな。トヨタイムズは別に不完全な情報公開してませんよ。熊さんな何本か記事読んだけれども、すごく真摯で、すごく真正面からの記事でしたよ。不完全な情報公開をしているのはマスコミさんだけです。 企業は不完全な情報公開をしてしまえばそのもうユーザーから直接叩かれてしまうから不完全な変な情報の公開の仕方はしないんです相当な覚悟を持ってめちゃくちゃ精査をして出してますよ企業が出してる情報ってこの記事自体もねマスコミ側が書いた記事だからねあのねマスコミを叩くようにしながらも両方とも悪いよね両方とも考えなきゃいけないよねっていうようなような結論になってるんですよ うん、違うよ。考えなきゃいけないのまず考えなきゃいけないのは、マスコミ側の報道姿勢です。それだけです。企業は今、昔と比べても、まだ誠実に情報を出すようになってきてます。そうじゃない企業もあるよ。それはもちろんあるけれども、大手の企業に関しては、ほとんどがね、ちゃんと情報を出してるよ。うん。で、これを読んだ皆さんが、はい、賢い姿勢の人間はどう思ったのか。 前提として出されている情報を鵜呑みにするのではなく疑ってかかる。また、なぜその情報が出たのか、裏を考える力を日々養う必要があると思います。その上で私の結論は、両論併記しないマスコミは一切いらないです。書き手や情報の出し手として、え右や左に傾いたり、片方の意見をさもすべてのように書いたりた、垂れ流す昔ながらのやり方をマスコミが今後も続けるなら、そのメディアはお憧れになろうかと個人的には思います。はい これが、ね、一般市民の人がこうやって正しい書くことをね正しい視点を持ってるんですよ。ね。この厳しい目はマスコミだけじゃないんですよ。企業が出してる情報にも当然向いてるんですよ。でもね今のところねマスコミが出す情報よりも企業が誠実さを持って出してる情報の方がよっぽど信頼できる。 熊さんは今んところそう思ってます。取材を受けた側の発言を勝手に解釈して、一方的に流されると、反論の機会がほとんどない。この記事にもあるように、記者が勉強していればそれはどういうことですかと聞けて、さらに説明を受けて、報道内容もより深まるはずだが、そうはならない。監視が仕事などと勘違いして、初めから疑って聞いてくるものだから、どうしても結論ありきの報道にならざるを得ない。その通り。マスコミの報道は伝え方一つで、一夜にして企業が倒産することもあり、一夜にして人生が転落する人もいて、一夜にして死に追いやる力があることを、 改めて考えるべきだと思います確かにまだねそのくらいの力はあるんだよマスコミは、うん で、別に忖度してほしいとは、トヨタ社長にせよ、他の経営者にせよ思っていないでしょう。話す意味があるなら、いろんな相手とも話すと思いますよ。もう本当その通りだよね。力量のある相手との会話、会話は、立場が異なって,い,ていたとしても有意義ですから。不信と礼遇の原因は、要は取材側の勉強不足と見識の低さ、または結論ありきの姿勢、それらに尽きるんですと。その通りだよ。隠し事があるから取材を受けないのではなくて、深い話をしても理解してくれない、あるいは理解する気がない人を相手に話すことに、意味が 見出せないと思ってるんですよいやもうほんとその通り。り無理して経営者に当たらずとも広報担当への取材はできるのでしょうから、えー、波のマスコミはそれで十分だと思いますけどっていうことなんだこれで、ね、本ほんとこの人賢いよねほんとそうなんだよお前らと話す価値がないと思われてるんだよマスコミは。 で、こんな話がね、いっぱい、もうこれね、一個一個ぜひ皆さん読んでください、これ、みんなの声。本当にね、一般の市政の人たちっていうのは賢いです。ちゃんと見抜いてます。で、こういう考え方がね、SNS を通じてね、どんどん普通のね、人にも広がっていってるんですよ。ユーザーっていうのはどんどん賢くなってるよ。読者っていうのはどんどん賢くなってるよ。マスコミ、このラウトまずいと思うよ、本当に。まだマスコミ、ここに書いてある通りね。<laughs> どれだっけこれ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  だから、そもそも消費者の側だって、オーンドメディアが企業の PR の延長線上にあることくらい分かっていますと。ひとたび自分たちに都合のいい情報しか発信されないと思われれば、常に眉につばして呼ばれる媒体になってしまう。はい。っていうことを書いてる。これ昔からよく言ってることなんだけど、そんなこと企業は分かってます。<laughs> そんなのよく分かってます。ただ、お前らが変な切り取り方をして流す情報よりも、自分たちが正義を持って精査して情報を出した方がマシだって言ってんの。 お前らに記事ちゃんと自分たちの考えてることを含めた文章を書く能力がもうお前らないねって見限られてるのそういうことなのわかるかな自分たちの方がちゃんとした情報が出せるって思われてしまってるんですよマスコミさんそこをちゃんと受け止めないとダメ本当にダメよ終わっちゃうよマスコミ本当に というわけでね、クさんのこれ動画で、ね、とりあえずね、あのもうほんとマスコミの人に伝えたくってさ、うん、このトヨタさんの言葉ね。もうね、あの、トヨタさんだけではなくて、一般のユーザーもめちゃくちゃ賢くなってるよ。この辺読んだらわかるでしょ読んだらわかるよ。から読んどきなさい、マスコミの人たち。一般のユーザーもめちゃくちゃ賢くなってます。もう今までのような記事を書いていては、もうそっぽ向かれてるじゃんだって。クマさんの子供たちもね、テレビなんかもう見てないよ。もう見てないよ。うん。 アマゾンプライムとかね、うん、ネットフリックスばっかり見てるよ。なぜテレビ面白くないから。はい。面白くないからなんだよ。うん、こんな感じでね、マスコミはもう若い世代からどんどんスライドいきます。はい。もうおじいちゃんとかおばあちゃんたちはまだ見てる人いるでしょう。これも10年、20年だったら随分状況変わってきますよ。うん。だからもう、なんとかしないとまずいですよ、マスコミさん。はい。 という形でね、これをね、ちょっとね、動画にして残しておきたいなと思ったんで、熊さんの動画を作成しました。はい。こんな感じでね、マスコミやばいよねっていう記事をね、見つけたらね、またどんどん動画にしていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。では、熊さんの動画終わりたいと思うんですが、マスコミの皆さんね、元仲間として、はい。熊さん、元、元、元広告代理店だからね、元仲間として、元仲間としてね、この動画をね、あの、皆さんに送りたいと思います。よく考えてくださいね、よく考えてくださいね。もうね、あの、就職企業、新卒学生のね、人気企業ランキングのね、50位か からね、テレビ局は、ね、ついに漏れてしまったんですよもうこれからは残念だけど二流の人材しか入ってこないんです二流の人材しか入ってこないんですどんどん落ちぶれていくよマスコミ考えないとはい元仲間からの ね、ある意味応援だと思って受け止めてください。元仲間からの、心配してるよ、クマさんはね、元仲間のクマさんは心配してるよ、頑張れよ、お前ら、お前ら頑張れよ、<laughs> とりあえず一時情報を出すの、取材でね、取ってくるのは、もう基本、マスコミしかいないんだからね、うん、頑張ってね、うん、無理かもしれないけどね、ということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイイ